よし、とうとうここまで来たな。いやついにこの時が来ましたね。いやいい建物見つけたな。ここは5階だからな、ちょうどいいぜ。いやそれにしてもいい狙撃ポイントですね。よし、多分もう少ししたらターゲットが到着するだろう。よし、お、来た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 。お、来ましたね。よし、ターゲット到着。よし、行くか。おい、スナイパーを貸せ。はい、わかりました。あれ、ほら、急げ。リーダー、お待たせしました。どうぞ。よし、うん、そうそうそう、これね、うん、これで、そうそうそう。どうする？卵焼きにする？目玉焼きにする？あー、じゃあ、目玉焼きで。あ、目玉焼きね。はい、了解しました。じゃねえんだよ。あー、はい、すいません、すいません、すいません。違う、これ、フライパン。俺が欲しいのはスナイパー。うん、これ、フライパン。あー、スナイパー。あー、スナイパーっすよね。そうっすよね。違うよ、お前、何やってんの？お前、早くスナイパー貸せ。はい、少々お待ちください。お前早くしろ、お前ターゲット行っちゃうだろ、お前早くしろ。あった。よし、これだ。リーダー、お待たせしました。どうぞ。うん、そうそうそう、うん、このスライダーでも外角低めに構えれば、ここはもうロサリオ振るよね、じゃねえんだよ。オッケー、バッチコーイ。俺が欲しいのスナイパー。これスライダー。あ、そうか、スナイパーか。今スライダー投げても意味ないから、早くお前渡せよ。もうスナイパーだよ。急いで探します。すいません、すいません。ほら、もう行っちゃうぞ、マジで。早くしろ、早く。あ、これだ、これだ。リーダー、どうぞ。すごい美味しそう、これ。いただきますね。あ、うまいな、めっちゃうまいな。いや、うまいっすよね。そこのドーナツ屋さんめっちゃうまいんすよ。あ、うまいな、これ。めっちゃうまいな。しかもそれ100円ですよ。めっちゃコスパ良くないですか。いや、うまいな、これ。めっちゃうまいな。で、おい。あ、はい、すいません、すいません、すいません。違う、だからうまいなじゃないの。今欲しいのは、今欲しいのはスナイパー。あ、そっか、スナイパー。あ、そっか、スナイパーか。早く急げって、お前。どこにスナイパーあんだよ、早くしろよ。あれ、リーダー、後ろにいるのは誰ですか。え、私を倒すには一歩早かったようだな。なー、リーダー。はい、ということでね、マフィア系寸劇を見ていただいたと思うんですけども、皆さんさ、マフィアと聞いたらこちらのゲームアプリ知ってますか。こちらのアプリ、マフィアシティというんですけども、このゲームさ、広告とかでなんとなく見たことあるよっていう方多いと思うんですけど、こちらのマフィアシティなんですけども、名前の通りマフィアをテーマとするストラテジー系モバイルゲームとなっております。世界中のプレイヤーと一緒にマフィアグループのボスとなって、自分のね、縄張りを大きくしたりとか、いろいろな子分たちを集めたりして、他のユーザーさんと同盟を結び、他のマフィアグループと交渉し、縄張りや財産を奪い合うということがね、できるそうです。こちらのマフィアシティですね、全世界で5000万ダウンロードを達成しているそうです。ってことで、早速ね、タナショーも少し遊んでみたので、自分のね、組織をお見せしたいと思います。はい、ってことでね、真ん中にあるのが俺の別荘なんで、早速ね、ここ行きたいと思います。はい、で、まあ今ね、俺のね、こんな感じで自分のね、この都市がね、どんどんこの発展してってますね。で、この右下の組織、これね、あのタナショーの組織なんですけども、まあ、自分でね、あの組織を作ったり、他のユーザーの組織に加入することもできるそうです。で、タナショーはね、今回自分でこう作りましたね。はい、タナショーっていう組織で、で、この組織のね、会長はね、もちろんこれ俺ですね。で、一番大事なのがこの別荘なんですけど、この別荘のね、レベルをどんどん上げていくと、それに応じてですね、解放されるシステムなどがあります。で、現在タナショーの別荘はですね、こちらですね、レベル18なんですけども、で、この別荘がですね、レベル7に到達すると、美女システムっていうのをね、遊ぶことができます。レベルが上がるごとにね、いろんな美女が、別荘に訪れます。で、ダイヤモンドの入ったカップを当てるミニゲームに勝利して、好感度アップなどして、いろんなコスチュームや強化アイテムがもらえると。さらにレベル14になると、高級車システムというのをね、遊ぶことができます。ガレージがアンロックされて、クラブポイントを消費して、高級車を自分好みの高級車にカスタマイズすることができます。で、このマフィアシティで何ができるかっていうと、いろんなね、ゲームとかミニゲームとかも遊ぶことができるんですけど、そしたらちょっとね、この美女と一緒にね、ちょっと遊んでいきましょう。このね、別荘から美女、ここを押します。フォー、これが私のね、マイガールフレンド。今がですね、3つのカップと1つのダイヤモンドが出てくるんですけど、どのね、カップにダイヤモンドが入っているかを当てるというミニゲームです。これ当てるとね、この彼女のね、好感度が上がるので、これ絶対当てたいですね。ってことで、開始。真ん中にありますね。真ん中。ちょっと待って。早い早い早い。すごい早い。早いね。いやー、これ難しいけど、多分真ん中だと思う。真ん中来い。よっしゃ、やっぱりだ。よし、一
たー。これはでかい。もう一回できるね。これもう一回やろう。さあ、うわ、どこだ。なんかヒントくれたよ。これ多分真ん中だね。また真ん中だ。よし。いや、やばい、来てる。動体視力鍛えられるね。うん、美女と遊べるプラス動体視力も鍛えられる。まさに一石二鳥。もう一回行こう。これは一番左です。よし。そしたら今度はね、ミニゲームで遊んでいきたいと思います。まずはね、このミニゲームの釣りをね、遊んでいきたいと思います。で、このミニゲームの釣りなんですけども、様々な魚を釣り上げると資源報酬とね、交換できるというね、ということなので、ぜひ皆さんもね、魚釣りまくって資源と交換してください。さあ、これで投げる。来た。これで軸を押して、このいい感じのところでここキープして、ここキープで、ゴー、カモン、こい、あと少し、いや、OK! よし、釣った、すげえ、チタンデアウロノカラ、すげえ魚だな。そんな魚いるの、すげえ、なんかめちゃめちゃレアそうなんだけど。次はね、消臭密令っていうね、ミニゲームやっていきたいと思います。この消臭密令っていうのはですね、隠された暗号を解読してアイテムをゲットするというゲームです。はい、ということで、やっていきましょう。まずこれね、タッチしてって、さあ、どんどんタッチしていきましょう。これで番号がね、出てくるんですよ。これ何かな、これ6477っぽいね。6477っぽい。6、まず6で、47で7。 OK、 来い。 OK、 成功。はい、ということで、こんな感じでね、アイテムゲットしました。はい、ということで、こんな感じでね、ざっくりマフィアシティをね、遊んでみたんですけど、まだまだ他にもですね、たくさんのミニゲームとか、機能がありますので、ぜひ皆さんで、ね、ダウンロードして遊んでみてください。で、今回のこの案件のですね、特典がありまして、TANASHO というこのタナショーっていうこのギフトコードをですね、入力していただくと、こちらのアイテムがね、漏れなく今、もらえます。特にですね、この年越しだるま宮殿、これなんかすごそうだよね。他にもですね、このたくさんのね、アイテムもらえますので、ぜひ皆さんギフトコード入力してください。さらに抽選キャンペーンっていうのもやってまして、こちらの動画のですね、コメント欄に自分のゲームアカウント ID をコメントした方から抽選で1名様に Amazon ギフトコードがプレゼントされます。ということで、そんな感じでね、たくさんの特典がね、現在ついてますので、ぜひ皆さんダウンロードしてみてください。で、このマフィアシティのアプリをダウンロードする際の、この QR コードっていうのがね、こちらにありますので、こちらをね、カメラで読み取っていただければダウンロード可能です。他にもですね、詳しいことはこの概要欄にですね、記載しておりますので、ぜひね、皆さんチェックしてみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。